今日の調べてみたらは日本で最も危険な暴力団駆動会最も危険と言われるその理由は北九州市の繁華街の高級クラブに爆発物のようなものが投げ込まれたようです戦場にいる感じですね

捜査車両が今出てきましたこれから県警本部または規模の大きい警察署に向かうとみられます暴力団駆動会のトップ野村悟総裁を逮捕そして1年前注目された裁判の行方は 野村悟被告に求刑通り死刑が言い渡されたとということです野村被告に下された異例の死刑判決これにより工藤会は弱体化がさらに進みましたしかし先月、野村被告が収容されている拘置所の前には暴力団の組員がずらり。 こんでが集まっとったらちょっと帰らざるえない。対応した方がいいと思います。<laughs> ということで今回は駒動会トップの死刑判決から1年。この1年で何が変わったのか駒動会の今を調べてみました。40年前北九州の町では駒動会の組員が 大手を振って歩いていました現在北九州市にある暴力団は42団体640人ですこれがそれぞれ山口組系と反山口組系とに分かれて抗争事件を繰り返しており両派の争いは次第にエスカレートしております捜査に来た警察に対しては親の山かあら親のおらま何あんこと。 組事務所に立てこもり抵抗県警の捜査員が家宅捜索に入ろうとしましたが鍵を開けないということで工具を使ってこれから中に入ろうと思われます組員が捜査員と睨み合います工藤会は 全国で唯一、特定危険指定暴力団に指定されている、いわば最も危険な暴力団です。駆動会が危険な理由は、一般の市民を襲ったのです。1988年、三ヶ島寮を断った健康センターに、組員が殺素材を投げ込み、 150人をを超える市民が中中毒症状を起こしましまた,した,た、ね、さらにに国領発砲多くの一般人が利用する飲食店でも。 事件がありましたのはちょうど昼時しかもこのレストランには2,30人の客がいたということです土地をめぐって揉めた相手に至近距離から散弾銃を撃ちましたこれだけではありません発砲のあった現ですあそこのですね窓ガラスに4発の弾痕が見受けられます そしてこの場所なんですがなんとすぐそこにですね福岡県の警察本部がありますこの発砲事件がありました北九州市の現場からテレビ西日本の瀬戸島記者に伝えてもらいます9件もの発砲事件が発生すると言ってあ異常な事態となっています 昨夜9時前北九州市の JR 小倉駅北側のホテルでピストルの発射音が2発若い男が走り去るのが目撃されたさらに1キロ余り離れたタクシーの営業所では若い男がピストルのようなものを運転手に向けたが弾が出ないと言い残して立ち去ったさらにこんな信じがたい事件まで北九州市の繁華街の高級クラブに爆発物のようなものが投げ込まれたようです 2003年には暴力団追放運動を進める男性が経営するクラブになんと手榴弾を投げ込んだのです。事件当時、店の中にいた女性がその恐怖の瞬間を話してくれました。しに急にが開いて男の人が上から下まで黒い感じで

え今朝、文字区の検察会社で窓ガラスが割れ、薬莢が見つかりました。ドンドンという音を聞いた男性が運転席から振り返ると、オートバイに乗った二人組の男が県道の方向に逃走していたということです。何者かによって爆発物と見られるものが投げ込まれ、付近の砂利が散乱しています。繰り返し市民が襲撃される中、駆動会の組員たちはどう思っていたのでしょうか。 元組員がインタビューに応じました。人を殺した経験がある組員というのはいました。いますね。実際殺されたことっていうのはあります。もうないですよ、先襲撃の命令っていうのはどんな感じで来るんですか。まあ言ってこいじゃねえか。殺すんか殺さん程度に17時ぐらいはめちゃくちゃするねえってことかですね。一般市民ですね、マフィンで。 けど組織運営のためにはやっぱりしょうがなかなっていうから、ね、その考えおかしいんですけどね今考えたら一般市民の課題に手を出すあれ役者としては終わられるようなこと嫌がっている国いましたねやっぱりなんで自分がいかない点かってか躊躇しながらも鉄の掟に逆らうことはできなかったのです 住宅街にある駆動会の倉庫からは、こんな危険な武器まで見つかりました。殺傷能力が確認されたこちらのロケットランチャー。側面にはロシア語での説明が書かれています。巨大なロケットランチャーです。全長70センチ、直径は7センチ。戦場では戦車などに対して使われるものです。 万が一これが住宅街で発射されていたらその駆動会の実験を握り2011年に総裁の座についたのが野村悟被告ですこれは若かりし頃の野村被告の映像です当時35歳の野村被告 肉声も残されていました。この映像から二十四年後。野村被告は工藤会のトップに上り詰め、総裁の座に君臨。ここからさらに、凶悪性が増していきます。二千十二年には。一つのターニングポイントとなった事件が。 福岡県北九州市で今朝、元警察官の男性が銃撃されました撃たれた男性は退職前に暴力団捜査を担当していました警察をも襲い始めたのです狙われたのは工藤会の捜査を担当していた福岡県警の元警部組員に銃で足などを撃たれ、重傷を負いましたさらに2013年には 帰宅途中の看護師の女性が刃物で頭などを刺される事件も被害に遭った看護師の女性は野村被告が手術などを受けた美容整形クリニックの担当者自分の治療をしてくれた女性を 襲撃したのですこのままでは町が大変なことになってしまう警察が総力を挙げた超異例の駆動会壊滅作戦が始まりましたそして2014年9月11日午前6時40分です警察がついに動き出しました 警察が工藤会トップ野村総裁の自宅に強制捜査に入ります野村被告の自宅に数え切れないほどの警察官が集結要塞のような自宅の周りを取り囲みます今門が開きました警察が野村総裁の自宅に強制捜査に入ります巨大な門から次々と中へ そして野村総裁を乗せたとみられる捜査車両が今出てきましたこれから県警本部または規模の大きい警察署に向かうとみられますついに工藤会トップ野村総裁を逮捕その後の裁判で争われたのは元警部や看護師が襲撃されるなどした四つの事件です

野村被告に死刑を言い渡しました野村被告は法廷の去り際裁判長にこんな捨てゼリフまで公正な裁判をお願いしたのに全然公正はないね全部推認推認推認こんな裁判があるか障害 このことを後悔するよ裁判長を脅すような言葉を連ね衝撃を与えましたこの死刑判決から1年トップが拘置所にいる中駆動会は変わったのでしょうか北九州市の駆動会系の組事務所は去年10月 現在足場の設置作業が進められています建物が解体されさらちにさらに 家宅捜索に入った捜査員と組員が特組合いになったあの組事務所も去年10月に解体されました維持管理費の負担は大きく売却せざるを得なくなる状況にまで駆動会は追い込まれていますさらに組織を抜ける組員も 福岡県警のアドバイザーが電話する相手は。もしもし、アドバイザーの。工藤会元組員の50代の男性です。野村被告の死刑判決後、就労支援を受けて運送業をしています。 どんな風に仕事は以前は努力に対してその対価というものがありませんでしたし、うんそして最も気になるのが工藤会との関わりです。離脱してかからら組関係者から連絡がありうらんやまたないですねい

野村被告に死刑判決が出たからといって、その力が完全に衰えたわけではありません。これは先月警察密着番組の撮影中に遭遇した野村被告が収容されている福岡拘置所での様子です。おお、めっちゃいっぱいあるやん。警察24時後ろカメラ。はい、カメラ後ろ警察24時ろ。あ、そうですそうです。気にしないでください。 っての上も傷取った。ああカメラ撮りようにます。必ず時？いやあの今日たまたま密着ついて、取り締まりしよったらあのたまたま通ったんで。二十四時出たことあるの？本当ですか？言うちょっとや。白バイ隊員に駆け寄ってきては話しかけてくる黒服の男たち。工藤、はい、会系の組員などです。その数およそ三十人。

今日何のからこの日は東京に本部がある指定暴力団住吉会の幹部が野村被告に接見に訪れ工藤会系の組員はその来賓対応をしていたといいます。死刑の判決が言い渡されてもなお 野村被告との親睦を深めようとする他の暴力団いまだ野村被告が与える影響力は陰りを見せていませんさらに工藤会の参加組織は千葉県を拠点に関東へも本格進出しています野村被告と今の工藤会について福岡県警は これはまだ確定されていないなんですね。確定判決ではございません現状として一番大事なことは、えー、確定判決が下りるまでにいかに弱体化を進めて壊滅まで持っていくのかととということだと思うこだ思んですね。野村被告は死刑判決を不服とし控訴していますが弁護方針をめぐって弁護人と対立し。 弁護士全員を解任。注目される控訴審の日程はいまだ見通しが立っていません。